今日はこういったショルダーバッグを作ります。ファスナーがついていて裏地もついています。ここにはポケットがついています。ショルダーベルトの作り方は別の動画で説明しています。概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらからご覧ください。このようにショルダーベルトをつけることができます。長財布も入ります。ぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらになります。材料は概要欄にも記載してあります。表布2枚、縦 26cm×横 32cm、 薄手の生地の場合は接着芯を貼ってください。今回は帆布の生地を使用するため接着芯は使いません。裏布2枚、縦 26cm×横 32cm、ポケットの表布1枚、縦 16cm×横 32cm、ポケットの裏布1枚、縦 16cm×横 32cm、 タブの布2枚、縦 6cm×横 5cm、 1.5cm の D カン2個、切れるファスナー 40cm くらい、ワンタッチホック1セット、切れるファスナーはセリアに売っています。タブを作ります。こちらが6センチ、こちらが5センチになります。両端を1センチずつ折ります。さらに半分に折ります。両端に2ミリのステッチをかけます。このようにタブを作ってきました。タブに D カンを通してクリップで留めておきます。ポケットを作ります。ポケットの表布と裏布を中表に重ねます。こことここを縫い代1センチで縫います。このように縫ってきました。表に返します。表に返せたらアイロンで形を整えます。形が整えられたら、ここを縫い代2ミリで縫います。反対側は縫わなくて大丈夫です。ここを縫ってきました。このように半分に折って、真ん中にアイロンで折り目をつけておきます。表布にポケットをつけます。あちらが上になるように置いてあります。下から 7.5 センチのところに印をつけます。ポケットの布を置きます。押さえのミシンをかけていない方を今印をつけたところにこのように置きます。縫う時にずれないようにクリップで留めます。縫い代約3ミリでここをコの字に縫います。このようにポケットをつけてきました。表布にタブをつけます。右側から 2.5 センチのところに
タブをつけてこのようにクリップで留めます。もう1枚の方も右から 2.5 センチのところにタブをつけてクリップで留めます。縫い代5ミリでこことここを縫います。返し縫いをして留めてください。このようにタブをつけてきました。ファスナーをつけます。ファスナーを裏返してここに置きます。裏布を中表に重ねます。縫う時にずれないようにクリップで留めます。ここを縫い代7ミリで縫います。このように縫ってきました。このように開きます。形を整えます。アイロンを使ってもいいと思います。形が整えられたら、ここに押さえのミシンをかけます。このように押さえのミシンをかけてきました。もう一枚の表布をこのように置きます。ファスナーが裏になるようにここに置きます。上に飛び出ているタブはこのように折って中に入れておきます。裏布を中表に重ねます。縫う時にずれないようにクリップで留めます。ここを縫い代7ミリで縫います。このように縫ってきました。このように開きます。形を整えます。ここに押さえのミシンをかけます。このように押さえのミシンをかけてきました。ファスナーは半分くらい開けておきます。このように重ねます。表布のこことここをぴったり重ねてクリップで留めます。反対側も同じようにクリップで留めます。布をぴったり重ねてクリップで留めます。返し口の印をつけます。裏布のこの辺りに12センチの幅の印をつけます。返し口を開けて縫い代1センチで1周縫います。
返し口を開けて一周縫ってきました。飛び出ているファスナーを切ります。マチを作ります。マチの部分を左右対称になるようにこのように三角に折ります。三角に折れたら左右対称になるように10センチの線を引きます。線が引けたらクリップで留めます。線の上を縫います。4箇所マチを作ってください。このように4箇所マチを作ってきました。このように縫ってあります。縫ったところから1センチ離れたところをこのように切ります。返し口から表に返します。返し口の形を整えます。このように内側に折り込みます。縫い代2ミリでここを閉じます。このように縫ってきました。裏布を中にしまいます。ホックをつけます。ポケットのここにホックの片方をつけます。このようにつけられました。次に本体にもう片方のホックをつけます。このようにホックがつけられました。ショルダーベルトをつけます。これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。左上の丸いところからチャンネル登録ができますので、ぜひお願いします。